ありがとうございます、今日はですね、もう一人お客さん迎えておりますね。安田さんです。どうも。こんばんは。ねえ、安田さんすごい、ちょっと身内に痩せて綺麗になっちゃいました。そんな、そう、はい、あ、ほら、言い切れた。そうですか。いや、本当にご無沙汰しちゃってて、本当にこの番組も2年ぶりで出させて、ね、ありがとうございます。痩せません？痩せた、ちょっとね、ちょっと、ほんのちょっとだけど、なかなか女っぽくなったんですけど。ありがとう。だいたい女の人が変わるっていうのはね、割とこう、うん、男のやつが変える部分が多いんですよ。それがね、そうでもないの。もちろん声はいつもしてるけど、うん、今回ね、割と2年ぶりでアルバム録音したりとか、うん、そういう仕事の面で活気づいてるから。あ、それで、それがこう変わってきた。そう、なんか聞くと、俺だったらうちのプロデューサーの上沼さんの親戚だそうだから、この番組は他人のような気がしなくて。そうですね、親戚なんです私。一生懸命歌ってほしいと思いますけど。ニュー LP が9月の25日に発売になるということで、はい、タイトルはヤッホー。ヤッホー、山登るみたいですが、ヤッホーね、はい、2年ぶりのアルバム、そうなんです。手応えいかがですか？うん、今回2年も充電っていうか、曲ばっかり作ってたんです、うん、であっという間に数えたら120曲ぐらい書いちゃって、うん、うん、だから、うん、曲としては、うん、頑張ったなっていう感じ。そうね、うん、その中からセレクトしたらやっぱりかなり選ばれるもんね、うん、楽しみですけども、はい、それから10月の15日に御堂会館で、コンサートがあるという。そう、大阪では何年、3年ぶりぐらいかな、ちゃんとしたコンサートは、うん、ね、だからみんなとまた会いたいな。そうですね、はい、そんなこの元気が出るバッジなんてあるんですよ。そう、ヤスさんも今度ヤッホーは元気が出る、はい、お守りを作りました。お守りを作っておりますが、はい、そして、ヤスさんと林家ファンタスティックオーケストラっていうの。そう、バンドの名前決めるときね、何しようかって言ったら、せっかく林家があるから、林家ファンタスティックオーケストラにしよう。別に落語家さんがやってるわけじゃないですか。うん、違う、ちゃんとしたミュージシャンで。そうですね、ソロコンサートやりますから、ぜひ行っていただきたいと思いますが、はい、今日歌っていただくのは、はい、ヤッホーの中からシングルサットカットされる、シングルサットね、シングルカットされる曲なんですけど、はい、Sincerely Yours です。 OK、 安田さんです、よろしく。
はい、ね、はい、元気な朝ちゃんで